はいどうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もマゼラギガースと戦っていこうと思います。まだ慣れない、全然慣れないね。1年前ぐらいは、よく戦ってたんだけども全然慣れませんね。で今日使うキャラクターですけども、久しぶりです。漆黒丸でやっていこうと思います。アースウォーカーノアだったら敵の攻撃をキャンセルできてかなりやりやすいんですけども、漆黒丸どうでしょうか。アニメでは最強のキャラクターだけどもゲームではそこまででもないんですよね。では超読み、極だな、極蘇る魔人の脅威行ってみましょう。行きまーす。まあ、とにかく回避メインで立ち回って、行きましょうか。できるだけ早めに倒そうとは思いますけども。OK! おい!追加攻撃かい!やばい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 。変身した途端そういうのはやめて。待ってよ。あ、で、ファイナル黒い稲妻を4つ入れてきてます。これね、グランドオーダーアースブレイクかこれかで悩んだのよ。アースブレイクの方は確かにね、ダメージはでかいのよ。ダメージはでかいんだけども再使用時間リレーがね結構長いんだよね。なんでこれを考えてこっちの方がいいかなと。おい、やっべやべ、あぶねー、あぶねー。これいけるか、いけるね、いけるね。ちょっとやばいやばい。オッケー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 。ああ昇天しちゃったああスメラ昇天しちゃったか。早いよ仲間がね。おい千秋先輩も昇天しちゃった。これまずい、これ相当まずいかもあとコマくんしかいないよ。いけるもんかな。あ、OK、とりあえずね変身ゲージはずっと維持していかないと。これやばいだ今回本当に。危ないって、危ない危ない。うん、よっしゃ OK。まあまあまあ、やっぱりねこのダメージを見るとあぶね、ブルームーンとかアースウォーカーのね必殺技の強さっていうのが分かるよね。あれ相当強かったんだよな。あぶねー、全然見えなくなったりする。あっ、追加攻撃みたいなの入れないで。え、攻撃力アップの食べ物があったよ。いやキャンセルはまずできない、キャンセルできないな。え、こっちだったっけ攻撃力アップ、覚えてないな。なんか食べ物によって攻撃力アップしてやったのがあったでしょ。まだまだよね、まだだよね。うん、やばい、避けたらこれ食らっちゃった。大丈夫大丈夫、まだいけるまだいけるまだいける。なんとかコマくんと2人でなんとかやろう。結局ねあれこのゲームではコマくんの、最終の変身あれは出てこなかったよね。出てきてほしかったけども、まあ、全キャラ出てきてほしかったけども出てないんだよね。最後の変身は漆黒丸のみです。あー、これ黒い稲妻に入る方が良かったかな。最終時間はねこれが一番。あー、プレー変身切れる、あプレー切れそうだった。
必殺技まだ撃ってこないね、敵が。まだ撃ってきません。余裕ってこと。あ、来た。 OK、 いいよ。あ、やばい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 。あっぶねえ。死ぬとこ死ぬとこ。あれ食らったら絶対死ぬよね。うん、いや、レベル900なりは死なないのか。いや、死ぬ。あれは間違いなく、間違いなく死ぬやつ。やっぱ、あー、やばい。おおお、竜巻で死ぬ、竜巻で死ぬ。お前くん、やばい。やめてくれ。ダメだダメだ。これ助けに行ったりすると死ぬわ。俺が死ぬ。あー、もう一人になった。一人になった。もうここで行くしかない。行くぞ。まあまあまあ、減らしてはいけてるからね。いけるでしょう。おーっと、強い。あー、でも DPS が高めのやつでいかないと全然倒せない。減らない減らない。まあまあ、それはそうだよね。最強のボスだから。よし、でもそれでもちょっとずつは減らしていけてる。どこだ、危ないって。おい、ヘビすぎる。ちょっと待って、あと1回、あと1回回避決めたいじゃないとちょっと変身が切れそう。やばいやばい。もう、あー、まあいいや、ここで変身をちょっと維持させよう。おい、よし、 OK。 キャー、減る。ちょっと待って、減る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 。やばいやばい。うわ、くそ。あ、食べ物食べ物。よし、 OK。 まだか。あと、まあまあ、あと3 4分の1ぐらいか。あ、オッケー。もうこのまんま、もう行かせて、このまんま行かせてくれ。いっけー、よし、行くぞ。俺が結構来るんだよな。あーい、あー、あれ、うっそ。やっぱモロに食らった。よし、そろそろ倒れてくれよ。あのチケットを無駄にしたくないんだ。いや、あ、これは無敵になるやつ。ちょっと無敵になって飛び込んで行こうか。おお、危ねえ。いや、まだいい、まだ無敵にならなくて。あれはちょっと切り札みたいに取っといて。うおお、ダブルで食らった。危ない。うわ、ちょっと待って、無敵になってるとき、それは、はい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 。よし、 OK。 もうちょっと、もうちょっとだ。よしよし、もう必殺技打ってきすぎだって。さすがに必殺技が多いよ。やっぱ、うわっ、ダブルで食らった。また、やばいやばい、死ぬ死ぬ。あっぶねー。
ファイナルクローズ。よし、もうちょい、もうちょっと、よし、ポーズ。え、またまたかよ。まだ死なないか。でももうちょっと、もうちょっと、立ち上がりに重ねるな。やばい、終わりか、まだか、あと一発、まだまだか、最後しぶとい。分かってる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 、もう最後しぶといよ。止まれ、ああ、うおい、最後の最後に死ぬなよ。終わりだ、よっしゃー。はい、ということで今日は漆黒丸でマゼラギガース行ってみました。きつい、めちゃくちゃきつい。やっぱり、火力の高いブルームーンは厳しいかな。まあアースウォーカードアがあそこは最適性でしょう。他のやつはちょっと厳しかったね。まあ最初に仲間が全部やられちゃったっていうところがかなり痛手でしたね。あれがなかったらもうちょっと攻めた立ち回りができたかもしれません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。